皆さんおはようございます。まりです。さあ本日12月ももう10日になりました。そうです、今年も残すところあと21日なのですが、12月始まってわずか10日にして本日3回目の島パトに行ってきたいと思います。というのが、本日土曜日チラシの日、インフルエンサーさんがいろいろとコラボ品を出してくれる日なんですよね。そこでですね、今日はチラシをちゃんとチェックして何が欲しいかターゲッティングをしました。そこで本日欲しいもの1点目、久しぶりにエッツ&リーちゃんさん、夏以来だと思うんですけれどものコラボ品が出ていまして、その中でですね、首の周りにパールがこうポンポンポンってついた高見えしそうなプルオーバー、あちらを第1のターゲットに設定しました。そして2番目のターゲットなんですが、今日なんかあのレッグフェアみたいな感じで、島村のいつものインフルエンサーさん方がいろいろと足用のレッグウォーマーとかソックスとかタイツとかいろいろ出してたんですが、その中で私が狙うのはももさんが出しているタイツとソックスのセット、フェイクタイツってなっているので、多分タイツ自体あったかい仕組みありで、タイツにちょっとクシュッとしたソックス合わせるようになっていて、特製巾着入りみたいな感じで、なんかお楽しみ袋みたいでいいなと思って、ちょっとそれを狙いたいと思います。3つ目の本日狙いはですね、またまたエッツ&リーちゃんさんの方なんですが、水曜日の島パトであったかスカート買ったところ、非常に味を占めた私は、今度はなんかあったかパンツってなってるのがあったんですね。そっちにしようか迷ったんですけれども、すごい細かい千鳥のをエツさんかリーちゃんさんがチラシで履いていて、かっこいいなと思ったので、ちょっとそれを狙っていきたいと思います。今日はちゃんと朝から迎えるので、全部ゲットできて帰ってこれたらいいなと思っています。この LL サイズのコート超いいです。昨日深夜帰りだったけど、やっぱめっちゃ暖かかったです。なのでこれを着て気合を入れて島村行ってきます。ただいまです。さあ無事島パト行って帰ってきました。無事かどうかはちょっと私が買い上げたものを見てご覧になって判断していただきたいかなと、ちょっとだけハプニングがあったかもしれないです。ということで本日最初の1品目狙っていたものなんですが、あちらゲットできたんでしょうか。早速ご覧ください。じゃじゃん、ありました。無事ベージュっぽいんですね。なんかチラシだとちょっとピンク系かな、薄ピンク系かなと思ったんですけど、実物ベージュでした。あの黒とあったんですけど、やっぱベージュでしょみたいな感じでこちらを選びました。お名前がですね、イアルパール付きペプラモ、あ、ここペプラモだよね、の L サイズ中薄大大、お値段が税込みで1639円。お惣菜の方がポリエステル 80%、 レヨン 15%、 ポリウレタン 5% になっています。それでですね、こちらはご覧のようにパールがわーって並んでいます。ネックレスいらずの高級感、なんかもうこれがあるだけで高見えがしますよね。そしてペプラモって言っていただきあって、この部分がちょっとねふわっと広がっているので、スカートというよりパンツとの方が相性がいいのかなと思います。ただあのこれインして着ちゃえば普通にパール付きのトップスとして着ることもできるので、そういう使い方もあるのかなと。ジャンパースカートから首元だけ見えるのも可愛いし、お袖もねしっかり長さあるのでいいのかなと思っています。そしてこちらあのこの時期にしては生地がそんなに分厚くないので、上にカーディガン着るのも可愛いのかなと、ビッグカーディガンみたいな、そうかなと思います。では早速ですね、着ていろいろとおしゃべりしたいと思います。さあこちら着れました。いかがでしょうか。こちら L サイズになっているんですが、ちょっと上品な気分になれる感じがします。お袖の長さがですね、ちょうど手の甲ぐらいまで、でここの部分がリブ入っているので作りしっかりした感じでいいかなと思います。やっぱり着てみても生地がちょっと薄いので、あのもしこれ一番外側にしたいんだったら、うまい具合にインナーであったかインナー着てみるとかするといいのかなと思います。ここに首元が結構空いているので、あのマフラー
合わせちゃうとパールが見えないよね。だからどうしたらいいかと考えたんですが、あの薄手のプルオーバーでレースとかになってるやつを合わせるのもいいのかなと。もしね、首が冷えるの気になるわっていう人はそういう風にして着てあげてもいいかなと思います。そしてエプロンもこんな感じで、裾というか裾、の部分が可愛い感じになってますよね。でやっぱり私今パンツと合わせてるんですけれども、あのトップスの下、トップスの長さとしてはお尻下結構あります。10センチぐらいかな、お尻ここまでだから。身長が167でこれぐらいなので、背が標準的な方は M サイズで着た方が丈感がいいかもしれないです。それでエプロムになっているので、ここでウエストちょっとキュッと高め、本当はねここなのにこの辺に見えるみたいな美味しい特典付きなんですが、それでも全然締め付けていることはないので、やっぱりね着てて楽ちん、大切ですよね。そして薄手なだけあって軽いので、すごい動きやすいです。肌触りもスベスベ、全然チクチクゼロ、ツルスベ感があります。ちょっと気合い入れた場でもこのパール感だけでもかなり箔がつくのでいいんじゃないかと。これが1000円台はかなりいいでしょうと思います。こちらゲットできて大正解でした。やった。そして本日2点目のターゲット、本日芝村を挙げてレグウェアフェアをやっておりました。私がゲットしてきたのはフットウェア、ブーツ、あれなんですよ。ひどくない？姿形見えずに終わりました。あ、乾杯と思って、そこでですね、私同じくそう足回りコーナー、レッグウェアですとか靴とかそういうコーナーをテックテックしてたところ、こちらに出会っちゃったんです。こちら決め手が、あのですね、値下げって書いてあった。しかも値下げがすごいんです。元が税込み1419円って、それでも十分お得なんですが、値下げ後、税込み990円いかがですかお客さんっていう感じで、ということでいただくことになりました。っていうのが、あの、末端冷え性さんな私としては、毎年冬場は霜焼けが仲良しさんなんですよね。というのがですね、相棒のダンボちゃんがいつもお日様が上がる前に何やら起こしてくださり、やれ外に行きましょうと誘ってくださるもので、とっても極寒の中テックテック70分歩いておりまして、スニーカーでそれをやるとですね、毎年足の指先が痒いの赤いのなんのってってことで、これあったらお散歩に心強いかなという思いでゲットしました。ですがお散歩以外にも、あのテーマパーク行くとかショッピング行くとか、あらかじめ歩くことが想定されてるお出かけ先の時にはすごくいいんじゃないかなと思います。ぺたんこだし歩きやすいし軽いし、ということでこちらがですね、 HP プレーン起毛ブーツサイズ LL 中薄橙、税込み値下げで990円、合皮の使用材がポリエステル、底材の種類が合成底となっています。そして裏ボア、靴の中にボア素材を使用し、暖かく快適な履き心地って書いてあるので、その暖かさに期待です。では早速こちらも試着してみたいと思います。さてさて履けましたということで、こちらモートンブーツいかがでしょう。一応裾をブーツにインしています。で、あのそんなに長めじゃないので脱ぎ履きしやすいです。スポスポ脱ぎ履きできます。で、モートンも結構しっかりしているので、靴の中までしっかり足がほかほかに囲まれてる感があります。ただちょっと今までの島村の靴と比べると作りがちっちゃめかもしれないです。ワンサイズ上にしてもいいかもしれないと思います。私いつも島パトで買ってくるお靴は 24.5 センチなもので LL を買ってくるんですが、 LL でちょっと指がぴったんこっていう感じなので、ちょっとゆとり持ちたかったらもうワンランクじゃないね、もう1個サイズを上にした方がいいかもしれないです。でもこの軽さは半端ない、すごい軽いです。もしかするとちょっと運動する時もいけちゃうかもしれません。それぐらいの作りが3桁です。お得です。今が買い時ですよお客さん、みたいな感じになっております。そしてですね、本日3点目狙っていたものなんですが買ってきました。こちらを
エッツ&リーちゃんさんのアイテム違い、ニットのプルオーバーパールのお袖を買ってきました。いろいろ言いたいことがあるんです。ちゃんと説明はあります。ちゃんとパンツもあったんですけど、とりあえずこれを紹介させてください。 ER 袖パールリブ PO L サイズ、中黒色、税込み1969円、レイオン 55% ポリエステル 30% ナイロン 15%、さらに嬉しいマシンウォッシャブルということで、お手入れも楽々、私みたいなズボラ人間にもってこいの一品となっております。こちらを試着する前にパンツありました。で、パンツを買う上でやっぱり試着はちょっとした方がいいかなと思ったので、 M かな L かなっていうところで M と L を持って試着室に入りました。 M 履きました。履いたところ、履き心地良かったですよ。伸縮性があって、が足がちょっと丈がこういうツンツルってなってたので、確かに島村さんってお作りが身長が163センチまでなんですよね。162センチまで身長差5センチはちょっとそこの丈超えられなかったらしく、ちょっとツンツル、冬場は足首寒いと思い、じゃあ L サイズ履いてみようって履いたんですよ。そうすると、あれはスキニーフィットが絶対かっこいいじゃないですか。腰回りがゆったりしちゃって、かっこよさがなんか違うってなって諦めました。でも今回だけだと思って、島村さんできれば背が高い人用のパンツもお願いします。で、そこで気持ちを切り替え、同じくエッツ&リーちゃんさんのコーナーで目についたのがこちらです。早速ですね、こちらを試着してご紹介したいと思います。はい、切れました。お袖にパール、イエーイ。ってことで今日はですね、もうパール祭りですね。さっき買った1着目のパールは大きめでした。今度のパールは小ぶりちゃんが5個お袖に並んでいます。お色がベージュと2色展開だったんですが、黒嫌いの私がなんでこっちの色を選んだか、遠目に見た時にパールの目立ち方が全然違くて、やっぱ黒に白って対照色だからすごく際立つんですよね。高級感半端ないと、こっちにしてみました。そして今着て気づいたんですが、黒トップさんあんまり着ない人間としては、アクセサリーがすごい遠目にも目立つなっていうのもあって、ベージュとかだとちょっとね、近づかないと分かんなかったりもあるんですけど、よっぽど派手なアクセサリーじゃない限り、これいいですね。黒もやっぱいいのかなと最近見直しつつあります。そして着心地バッチリです。バッチリバッチリ、チクチクなし、ニットって書いてあるけど、そしてニットだけど、そんなに毛糸が太いザクザクニットではないので、膨らみもそんなないです。上からカーディガン羽織 OK だと思います。これリブが入っていまして、この部分、袖長めのところのパールがついてる部分がリブなんですが、縦リブ細めで入ってます。腕の部分と体の部分は太めのリブ、そしてさらに裾、この部分は細めのリブってことで、リブの太さ切り替えが首元もですね細め、メリハリついていて、スタイルアップ効果ありかと。そしてさらにスタイルアップの秘訣のスリットもバッチリ入っているので、出して着るときには足長効果、美脚効果に期待できると思います。そして丈感ですが、これ L サイズなんですけど、 L サイズでお尻の下ちょうどぐらいです。そしてさっき言ったみたいに、そんなに膨らむ素材じゃないので、全然中にインできます。よっぽどキツキツの履かない限りは、だからいろいろと着方は楽しめるかなと思います。こちらが本日シマパと山あり谷ありの中でゲットしてきた3点でした。ではこちらの3点を使ってコーディネート、最後までぜひ楽しんでいってください。And I'll show you mine. When things get crazy, or all is carefree, they know if there's a mile.
what a best friend's for。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画を見て楽しいなとか面白いなとか、ちょっと島村興味出たかもとか、そんなことがありましたらいいねとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。今年も残すところあとわずかですが、まだまだ島村と頑張りますので、ぜひまた来週もご覧ください。ではありがとうございました。